ウィマーンメイク宮殿ウィマーンメイク宮殿ウィマーンメイク宮殿入り口のファサードウィマーンメイク宮殿南面ウィマーンメイク宮殿とは大のドゥシット宮殿の一部をなす宮殿バンコクドゥシット区にある宮殿軍内市はその中心となる建物のことである宮殿軍を指したその中心となる邸宅はと呼ばれる本校では暫定的に校舎を中心の邸宅と呼ぶ 宮殿群は、近隣のアナンタサマーコム宮殿、チットラダー宮殿、その他の建築物とともに、ドゥシット宮殿群を形成する。2017年末以降、修復工事のためという、1900年に、国王ラーマ5世が、チョンブリー県のシーチャン島にあった、チュタートゥット宮殿の建物の部材を運んで、ドゥシット庭園内に再建したもので、 春光式は1901年3月27日に行われた。ラウマ5世は1906年にアンポーンサターンの新宮殿に移るまで5年間ここに住んだ。その後もしばらくは王室関係者の住居などになっていたが、1932年にはこの建物は王室町の倉庫として利用されるだけとなっていた。1982年シリキット王妃の求めにより、 ラーマ9世の直居が下され、ウィマーンメイク宮殿は、写真類や、由緒の品々などを展示して、ラーマ5世を検証する、博物館として、また、タイの国家的文化遺産として公開されるべく、改装されることになった。1983年から、ガイド付きツアーの形で内部が公開されるようになり、ウィマーンメイク宮殿は、多数の観光客が訪れる場所となっている。 また、地域材による木造建築としては世界最大の建物とされている。西洋式ともタイの伝統洋式と西洋式の折衷ともされる建物だが、部材は大産のものを使っている。長さおよそ30メートルの2つの翼が直角に繋がれる形になっており、 高さはおよそ20メートルで3階建てになっているが、建物の生端に置かれた王の生活空間は八角形の構造による4階建てになっている。地上階はレンガとセメントでできているが、上階はすべて地域材で組み上げられており、扉などの取り付け部分を別にすれば、金属製の釘は用いられていない。建物全体で81の部屋があるが、現在は31部屋が公開されている。 特に、王の寝室、越見室、浴室は、ラーマ5世当時の雰囲気を伝えている。浴室には、人力で水圧を加える方式による、対最初のシャワーも備えられている。ありがとうございます。